ミリアム・オットは、スイスの女子カーリング選手及びコーチ。名スキップとして知られ、2002年のソルトレークシティオリンピック、2006年のトリノオリンピック銀メダリスト、2012年世界選手権優勝。スイス南東部グラウビュンデン州のフリムスにあるカーリングクラブ、チームフリムスでプレーした。2014年、現役選手を引退して、コーチとなった。ベルンに生まれ、 10歳でカーリングを始めた。国際的な王子愛のデビューは1996年にコッペンハーゲンで開催されたヨーロッパ選手権で初の大舞台でいきなりの優勝を果たした。2001年のヨーロッパ選手権ではサードとして出場し3位。2002年ソルトレイクシティオリンピックではスキップのルツヤ・エプネーター率いるチームでサードを務め銀メダルに輝いた。 2004年ヨーロッパ選手権、2005年ヨーロッパ選手権、2006年トリノオリンピックではスキップとしてスイスチームを2位に導いたが、いずれも決勝で姉ってノルベリ率いるスウェーデンの前に苦敗を舐めている。夫はこれまでにオリンピックで銀メダル2個を獲得しているが、女子カーリング史上でオリンピックのメダルを2個以上獲得した選手は2006年時点で、 スイス国内では夫ただ一人である。この他、スイス国内チャンピオンにも二度輝いている。2010年のバンクーバーオリンピックでも再び、スキップとして出場。前回のトリノ大会では、決勝のラストストーンで、スウェーデンのノルベリにダブルテイクアウトを決められて惜しくも、敗れ、表彰式では涙を流した夫は三度目の正直で、金メダルを狙った。予選リーグでは、 最初の3試合で、カナダスウェーデン、中国という、いずれも、金メダル候補に挙げられる強豪日産連敗を、喫したが、その後は自力を発揮して6連勝で、予選リーグ突破を果たした。特に7戦目の日本戦は共に3勝3敗で迎え、準決勝進出のためには、お互い負けられない状況であったが、隙のないショットを立て続けに決めて、 日本のミスを誘って徐々に点差を広げ、最後は10から4で、コンシード勝ち。この大会で、カーリング競技への注目度が急激に高まっていた、日本のファンにもその実力を知らしめた。NHK のテレビ中継で、実況放送の解説を務めていた、小林博史にも、完璧に決めないと許してくれないと言わしめた。迎えた、準決勝では、予選リーグの初戦で敗れた。 開催国のカナダと再び激突。完全アウェイの状況で序盤はカナダが有利に試合を進めるも徐々にスイスもカナダに迫り第9エンドを終えた時点で6から4、しかも第10エンドはスイスのラストストーンという逆転勝利の可能性もある状態であった。第6投が終わった時点でハウスの前方をカナダのガードストーンが道を塞いでいたが第7投目で 夫が、カナダのガードの間のわずかな暇に、スイーピングなしでストーンを通して、ハウス中央付近のカナダストーンを引いて、形勢逆転、解説の小林博士が思わず英語で、ディスイズカーリングと絶叫するほどのスーパーショットを決めた。同点は愚か逆転負けの可能性さえ出てきたカナダは、スキップのシェディル・バーナードがなんとか、ハウス中央付近にあった二つのスイスストーンのうちの一つを、 テイクアウトして逆転負けの可能性はなくなったが、それでも夫の実力を考えれば、スイスが2点を取って同点になることは確実と、カナダ選手も地元カナダの観客もエキストラエンド突入を覚悟した。しかし夫の投じたラストストーンはほんのわずかにコースがずれ、カナダのストーンを弾き出したものの、そのままハウス内に止まる予定だった自らのストーンもロールアウト。 結局一点届かずにカナダに敗れた。3位決定戦の中国戦では前日の敗戦で力を使い切ったのか序盤から中国の得点を許して大量失点8エンド終了時点でコンシードして3大会連続のメダル獲得はならなかった。2014年のソチオリンピックでもスキップとして出場し2大会ぶりのメダル獲得を目指した。予選リーグでは リードセカンドが固定できず苦戦を強いられたことに加え、夫自身もショットが安定せず、格下の日本に敗れるなど、安定さを欠く場面もあった。決勝トーナメント準決勝で、予選リーグ2位通過のスウェーデンと戦い5から7で、敗れ、3位決定戦のイギリス戦に負を進めることになった。3位決定戦では、序盤から立て続けにダブルテイクアウトショットを決めるなど、夫のショットが冴え、 試合の前半は有利に試合を展開していった。しかし、夫を含め、スイスに些細なミスが出始め、その暇にイギリスが調子を取り戻し形勢が逆転。終盤はスイスも必死の親いげを見せるも、調子づいたイギリスを止めることまではできず、5から6でイギリスに敗北を必死に大会連続でメダルを逃した。10エンド目、敗戦を予期し肩を落とす同チーム。 サードのカルメン・シェファーを気遣い声をかけるなど優しい一面も覗かせた。夫は経営学を専攻しており、2003年8月にはチームメイトのビニア・ベイリと共にイベント代理店を開業している。グランドスラムワールドカーリングツアーにおける最高峰の大会シリーズであるグランドスラムの成績。旧グランドスラム。ありがとうございます。